験は合格というところで。ダメだ。名前などない。お前と同じだ。お前がミスター X？ そう思い立てればそれでもいい。ここでは目につく。ついてこい。お前もホックスハウンドなのか。敵でも味方でもない。俺はラリルエルの死。こちらの方が都合がいい。都合？人に聞かれる心配がない。ああ、なぜ俺に接触を？情報供給も含めお前をサポートするように言われている。誰に？なぜ正体を明かさない？お前が知る必要はない。必要あるかどうかは俺が決める。お前に判断する資格は与えられていない。代わりに知る必要があることを教えてやろう。大統領の居場所だ。何？正確には大統領の居場所を知っている人間。誰だ？エームズというシークレットサービスだ。今は人質と共に捕らえられている。シークレットサービス？そうだ。エームズはシークレットサービスの中でも特別なチームだ。大統領のものと同じ用人用ナノマシンが注入されていて、近く見れば相互に体内通信が可能だ。なぜ俺にそんなことを教える？同じ言葉を何度言わせる気だ。俺がお前を信じなければならない理由もないと思うが。無論だ。しかしお前は信じざるを得ない。そうだね。他に手がかりがあるのか？人質はどこにいる？人質は全てシェル1の中央と B1 のホールに集められている。エームズもそこだ。その男の特徴は？男とは限らない。女かもしれない。俺も会ったことがない。それでどうやって探せと言うんだ？聞こえるはずだ。聞こえる？エームズは心臓にペースメーカーを埋め込んでいる。鼓動音にペースメーカーの音が混じるはずだ。一人一人の胸に耳を当てろと。いや、それでは聞こえない。見張りにも見つかるだろう。どうしろと言うんだ？指向性マイクを使え。中央塔のどこかにあるはずだ。これを使え。セキュリティカードだ。セキュリティレベル2の扉が開く。中央塔にも入れる。このカードはパンという人体通電技術を使っている。それと注意しろ。シェル1中央塔はビッグシェルの中で最も警戒が重要だ。その格好では近づけない。これを着るんだ。テロリストの服装？エレベーターに乗る際にはカメラによるチェックがある。これを着ていないとまず通れない。変装をしろと。中央塔と外周部に詰めている兵士は兵装を区別している。その格好で騙せるエリアは限定される。さらに服装だけでは奴らの目をごまかせない。武器のことか？ AK が必要だ。奴らは AN94 を持っていた。中央塔に配備されている兵士は AK を装備している。AK74U を手にしていないと正体がバレるということか。 AK の方は自分で調達しろ。それとまだあるのか。ホールに入るには網膜パターンのチェックがある。バイオメトリックス。そうだ。こっちは真似することはできん。実際の兵士でなければ認識しない。急いだ方がいいぞ。奴らには核がある。核？奴ら核兵器を持ち込んでいるのか？お前はおかしいと思わなかったのか？大統領を人質に取っているとはいえ、なぜ奴らはここに留まっているのか？逃げ場のないこの孤島に脱出手段も用意せず。たとえ奴らが核兵器を持ち込んだとしても、核弾頭には安全装置が組み込まれているはずだ。起爆コード入力式の。それも奴らが手に入れている。お前も見たはずだ。海軍大佐の切られた手錠。その先に繋がっていたのが起爆コードの入力装置、ブラックケースだった。
それはすでに奴らの手中にある。なぜここにブラックケースを持ち込んだんだ。ただの除染プラントに。答えは簡単だ。ビッグシェルは除染プラントなどではないからだよ。何？核も奴らが持ち込んだのではない。初めからここにあるものだ。そう、すべては偽装。偽装？一体何の？ここにはメタルギアがある。メタルギアが？そう、あのシャドウモセス事件で公になった核搭載二足歩行戦車、その改良型がここで開発されている。どういうことだ？あとはエイムズに聞くんだな。これは？持っていて損はない。コントローラーの振動をオンにしておけよ。おい、携帯なんて何に使う？大佐、今の男は何者だ？我々の仲間ではない。違う、うちにあんな隊員はいない。このビッグシェルに新型メタルギアがあると言っていたが。初耳だ。大佐、俺に何を隠している？いや、隠し事などしていない。全て話している。それは大佐の知っている全てか、それとも俺に話していいと許可されたことの全てか？バカなことを言うな、ライデン。メタルギアについてはこちらでも調べてみる。君はエイムズに接触してくれ。あの男の言うことを信じろと。他に大統領につながる手がかりがない以上、今は他に方法がない。メタルギアのことも含めて情報を得るんだ。それが司令か。そうだ、敵兵士に変装してシェルワン中央島に潜入しろ。了解。クリスキン、聞こえるか？どうしたライデン？実は、忍者の格好をした男に出会った。忍者？ああ、心当たりは？いや、ない。お前、そのコスプレ野郎を信じるのか？他に手がかりもないんだ。大佐も奴の言うことに従えと。聞き分けのいいことだな。だがこれだけは言っておく。シャドウモセスで公になった忍者はもう存在しない。お前が会ったのは奴ではない。なぜそう言い切れる？ありえないから。気をつけろよ。いいな。動くな。動くな。誰かいるのか？動くな。
定時連絡に答えなかった隊員は発見できなかった。我々は調査。動くな。